はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはバンゴンボールスクロニクルス、はい、です。で、これね、ソフト操作のねサイトってないのかあるのかよくわかんないけど、ちょっと見つからなかったので、ちょっと今回は PR タイムズさんから持ってきました。転がってぶつかってなり倒せ、バンゴンボールなのかな、バングオンボールなのかな。まあ僕の中ではちょっとこれだとバンゴンボールズクロニクルスかなって勝手に思ったんだけど、ちょっと読み方は書いてあった、下にバングオンって書いてあった。バングオンボールズクロニクルスって書いてある。バングオンボールクロニクルズか。パッケージ版の日本リリースが2024年9月19日に決定しました。これ5月30日のニュースですけど。で、歴史と笑いがぶつかり合うゴロゴロ痛快アクション、さまざまな時代背景の 3D プラットフォームの世界で転がってぶつかって時代を駆け抜けよう。ゴロゴロ痛快アクションバングオンボールズクロニクルズのパッケージ版が任天堂スイッチとプレイステーション5にて日本でリリース決定ということですが、そうね、パッケージがそんな感じですね、とりあえず。で、シンガポールに拠点をとするプロパブリッシャーソフトソース、あ、そうか、ソフトソースさんっていうのは、そっか、シンガポールなんだ。はあ、なるほど。で、同ジャンル屈指の最高傑作にインスパイアされた、何なんだろう。最高傑作、いや、同ジャンルって言われてもわかんねえからな。華麗で弾むような 3D プラットフォーミングとバトル、無謀で弾けたヒーロー、ボブとなって壮大な冒険と混沌の旅へ出よう。これは何なんだろうな、この同ジャンル屈指の最高傑作って何なんだろう。すごい隠し方だね。舞台となるのは様々な国のいろいろな時代をテーマにしたサンドボックススタイルのオープンワールド。プレイヤーは球体のヒーローボブとして2段ジャンプ、スマッシュ、ダッシュ、回転、踏みつけなどを駆使して、ボスを含む敵と戦い、ミッションやアイテム収集をこなしながらステージ中、攻略に挑みます。ということで、まあね、これで終わりかな。あ、一応ゲーム内容はこっちに書いてあるから、オープンワールドの探索と全力の破壊。オープンワールド世界を探索して破壊し尽くそう。敵やボスとの戦いに打ち勝ち、スリリングなチャレンジに挑み、隠された秘密を暴こう。ほとんどのものを壊しながら自分のペースでできるアクティビティが満載。歴史上のステージを飛び跳ねる、ちょっと解釈の怪しい複数の歴史をテーマにしたオープンワールドを行き来し、それぞれにユニークな仕掛けや仕組みやアイテム、敵に遭遇しよう。バイキングから海賊の時代へ、なんか狭くねえか、バイキングから海賊の時代へって。封建時代の日本から宇宙戦争まで。ちょっと待って、バイキングから海賊の時代って狭くないか、日本的に言うと。まあいいや、封建時代の日本から宇宙戦争。ここはだいぶ広いよね。各ワールドはいつでも出入りでき、進行状況も引き継げます。まあセーブして途中から始められるぐらいのニュアンスかな。シングルプレイヤー、オンライン協力プレイ、ローカルワイヤレスルーマルチプレイヤー、ソロでも友達を誘っても、シングルプレイ、ローカルワイヤレスマルチプレイ、最大4人までのオンライン協力プレイに対応。セッションに飛び入り参加し、集めたアイテムや武器はそのままに。キャラクターの広範囲なキャラカスタマイズ、武器、盾、テーマアイテムを集めてキャラクターをカスタマイズしよう。プレイして集めたアイテムを使ってあなたの想像力を発揮してキャラクターをカスタマイズしましょう。はい。ゲーム最大の魅力を駆使してバトルステージを駆け抜けよう。一連の過去少し 不正確な過去年、歴史的背景はかなりあやふやなんでしょう、のステージが繰り広げられる。華麗で弾むような 3D プラットフォームとバトル、コンテンツ満載、敵と戦い、味方を救出し、複数の目標に挑み、秘密を暴き、テーマに沿ったアイテムや武器の収集、破壊可能な環境をスマッシュ、ダッシュ、高速、蒸気ロール、
プレイして集めた大量の旗、アイテム、武器、テーマのある、装飾品でキャラクターをカスタマイズ、シングルプレイ、オンライン協力プレイ、ローカルワイヤレスマルチプレイが楽しめる、友達とのセッションにシームレスに飛び入り参加でき、集めたものは全て持ち帰ることができる、奪っちゃうってこと？歴史を学べちゃうかもちょっとだけね。いや、怪しい歴史だから学ばない方がいいような気がします。まあそんな感じかな、ということなんですけど、まあ大体こういう系統だと多分 PS5 の方がスペックが上がってると思うんだけど、まあいいや。ゲームタイトル、バングオンボールズクロニクルズ、プラットフォーム PS5 と Nintendo Switch で、価格は4620円、税込みで2024年9月19日発売で、ジャンルが 3D アクションゲームとなっています。何なんだろうな、このどのゲームのことをね褒めたたいて、それにこうね影響を受けたゲームって言ってるのかよくわかんないんだけど、まあ 3D アクション、オープンワールドの 3D アクションってニュアンスでいいんじゃないかな。はい、まあちょっといろいろ怪しいけど、まあ歴史部分に関しては完全に無視して娯楽と思えばいいんじゃないかなと思いました。